ロボマシンにはロボドリル、ロボショット、ロボカットがあります。ロボドリルアルファ DIB プラスシリーズは高信頼性、高性能、高生産性を追求した小型切削加工機の最新機種です。高剛性の機構部と高出力スピンドルモーターがアルミや鉄部品を高能率に加工します。 DD モーターを搭載した負荷一軸回転テーブル DDRIB によって高速・高精度な割り出しと高低集約加工を実現します。ロボドリルとロボットの簡単接続を実現する QSSR は加工工場の自動化を推進します。共同ロボットの採用により安全策が不要な柔軟性の高いロボットシステムの構築が可能です。ロボショット Alpha SIB シリーズは高信頼性、高性能、高生産性を追求した電動射出成形機の最新機種です。ロボショットと同じ制御装置を使用した第二射出装置も備えて多材成形の精密安定成形を実現します。ロボショットとロボットの簡単接続を実現する QSSR は成形工場の自動化を推進します。ロボカットアルファ CIC シリーズは高信頼性、高性能、高生産性を追求したワイヤ放電加工機の最新機種です。高剛性な機械構造、最新の放電装置と放電制御により部品加工から金型加工まで高速・高精度に対応することができます。ファナック最新 CNC を採用し操作性をより一層向上しました。共同ロボットの採用により安全策が不要な柔軟性の高いロボットシステムの構築が可能です。